山口県水の芸人の福太郎です。福子です。はい、一言お願いしますよ。今日も仲良く夫婦で頑張りたいと思います。この番組は山口県内各市町の特産物を使用した山口グルメ、山グルメぐりの19品をご紹介。地域物産、地域振興事業勝手にサポート大使山口福太郎福子が生産者や食材と触れ合いながら地域に関する背景を学び、山口県の魅力をお届けします。今回は上関町です。海で囲まれた町で、今日は何をしにやってきたかというと、そうなんですよ、今日こちら上関町来てるんですけど、はい、この上関で、なんと不老長寿の実を、不老長寿探検しに来ました。え、山口県で不老長寿の実があるんですか？不老長寿の実です。どうもどうも、ちょっとお話よろしいでしょうか？はい、どうぞ。じゃあ、鳩子の湯に来たんですけど、はい、今この上関町で、不老長寿の実を探してるんですよ。はいはいはい。何か手がかりご存知ないですか？後ろの風呂にあります。どういうことですか？ちょっと、嘘でしょ。後ろの風呂入られたら不老長寿になれます。いや、なれます温泉入って不老長寿になれるなんて聞いたことないよね。でもなんか、もしかしたらそこにヒントがあるかもしれない。ヒントがあるの？不老長寿の実よ。いや、もしかしたら風呂長寿の湯じゃないよ。風呂で繋がってるから、もしかしたらそことかかってんの、風呂長寿、風呂、風呂。水も滴るいい男、一風呂いただきます。いやー、気持ちいいよ。いい湯だな。なんかカレーに使ってるみたいだねポトコト煮込まれてるみたいな。うわー、しょっぱ、めちゃめちゃしょっぱい。お塩お塩お塩。え、なんで？違う違う違う、ちょうど今あなたの後ろにこうあるのよ、泉質とか効能表現。いや、見えないじゃん。でも不老長寿の実のなんかヒントはありました？不老長寿のヒント、いや、それを探りに来てるんですよ今。すいませんね、なんかあんまりこうスパッとした答えが出ませんわ。それ芸人として失格ですよ。スパだけに。あーあーあーじゃなくてスパだけ。なるほどなるほど。あ、福子さん、はい、上関で言ったらこちらも外せないとこありましたよ。おしゃれな建物ですね。四回路でございますよね。この明治初期に建てられた建物で、はい、当時としては珍しい洋風な、しかもその4階建てというのも、うん、当時ではかなり珍しい。4階建てってすごいですもんね。和洋折衷を楽しめる、はい、館内だということでございまして、ちょっと中見てみたいですね。行ってみよう。これもしかしたら不老不死の実のあるかもしれませんよ。ヒントがある、あるかもしれない。よし、行ってみましょう。はい、じゃあすいません、お邪魔します。お邪魔します。何これ？中華っぽいね。これだ、ザ中華だね。うん、もうこのまんまここでこうラーメンすすりたいもんね、これ見ながら。これ中華風の要素あるんですか？中華でしょ、これどう考えても。え、洋ですからね。いやいや、獅子でしょ。和洋折衷ですから、中も。和洋折衷、和洋折衷ですよ。もしかしたらここだったらヒントがあるかもしれません。道の駅上関海峡、ちょっと、はい、
道の駅ですから何かしら知ってる方がいるかもしれない。そうですね、行ってみましょう。お邪魔しましょう。行きましょう。お邪魔しまーす。失礼します。あーすごい広々とした。すいません、はい、作業中申し訳ございません。はい、あ、お話いいですか。はい、すいません、あの、どちら様。あ、私は役場の人間なんですけど、村田と言います。じゃあこれもおそらく多分知ってるんじゃないですか。突き詰めたんじゃないんですか、これは。何でしょう。実は、はい、上の関に、はい、不老長寿の実があるって聞いたんです。はい、はい、はい、ご存知ですか。知ってます。あ、やったー。知ってます。本当に、はい、不老長寿の実。不老長寿の実ですね。え、なんすかそれ。実、何の実ですか。それは、うん、国宝の実っていう名前なんですよ。国宝の実。はい、はい、なんすか国宝って。国宝の実っていうのはあのキウイに似たキウイの原種なんですけど、はい、それに詳しい方が近くに住んでらっしゃいます。え、この近くに。はい、はい、ご案内いいですか。しましょう。ありがとうございます。ニワトリじゃないんですよね。ニワトリじゃないです、ね、違うんですよね。コケ国宝かそれ。行きましょう。行きましょう。どこどこ。はい、こちらになりますね。こちら、はい、なんですけど、はい、普通のお宅じゃないんですか。いや、そうです。そうです。入ってみます。はい、はい、橋部さん。橋部さんお邪魔します。こんにちは。あ、橋部さんですか。橋部です。いや、今日よろしくお願いします。国宝の実というのは一体どんなんなんでしょう。実はね、ここに特別取り寄せました。あー、すごい。あ、ちっちゃいキュウイみたいですね。うん、あの、これをね、輪切りにしたらよくわかります、うん、あ、ちょっとしてみていいですか。ちょっといいですか、はい、じゃあ、真半分でね。はい。あ、硬い硬い。硬いんだ。何を。おキュウイ。キュウイみたいな。ちっちゃいっすね。いただきます。ね、うん、これ死ねないんだから。岩井島ではね、うん、あの親族会議を開きます。なるほど。不老長寿になっちゃうから。なるほど。あの、俺のことずっとね、あの、見てくれよと、うん、あの、息子たちに言わないといけないわけですね。不老長寿になっちゃうから。なるほど。じゃあ不老長寿、不老長寿になりましょうよ。もう、え、うちらも親族会議開きます。いただきます。いただきます。ああ、酸味は8割で、1割ぐらいが甘いで、なんかあとの1割は やっぱ酸味ですね。酸味勝ってますね。だから、あの、うん、療薬口に逃がしてる。はい、はい、はい。そう思うと食べちゃったら、キウイと思って食べちゃったから。キウイではないですね、味はね。ちょっと酸っぱいね。うん、酸っぱい、なんか山の果物っていう感じですよね。ところがね、これをあの熟成させたら今度甘みが出てくるんですよ。その時には、あ、美味しいってなりますよ。それはキウイに似てるんですか。キウイよりか味が濃いですね。一体これ国宝が不老長寿の実と呼ばれているのはなぜなんですか。この木の実は取りにくいんですよ。難しいところに生えているから、それを取ったら不老不死になるよと昔の人が考えて言われていたということですね。はい、いや、橋部さん、そんな国宝が手軽に食べれるって私聞いたんですけど、何かありますか。それから皆さんの希望が多いんですけど、ね、はい、はい、はい、それで、あの、何にしようか言うんで、うん、保存が効くこの飴にしたんです。すごい。国宝キャンディー、じゃあこれしたら、うん、食べやすいしですね、うん、あの、保管もできるし、うん、孫にも、うん、ばあちゃんが食べるか、お前が食べろって食べさせられるんで、おやつにはね、いいですね。うん、甘い。さっきのこのフルーツそのものはちょっと酸味の方が全然強かったですけど、はいはい、甘いですね。あ、もっと食べやすく
って美味しいですね。うん、だから孫たちが喜ぶんですよこれはね。うん、この国宝キャンディーってまだまだ知らない方がいるかもしれないんですけど、うん、広めていきたいじゃないですか。広めたい、この国宝のキャンディー。なんかいい方法ないかな。トン、ブチテゴピン、ブチテゴブルー、二人合わせてブチテゴスルンジャー。説明しよう。ブチテゴスルンジャーとは山口の方言で手伝うを意味する、テゴすごいを意味するブチの名前のレンジャー。アレンジレシピに困った時にすごくお助けしてくれるレンジャーなのだ。なあピンク、何よ。一体ここはどこなんだ。ブルーは本当にうるさいわ、黙っといて。見たらわかるじゃない、ハトコの天ぷらよ。ハトコ天ぷら、そうよ。一体何しに来たんだここに。決まってるじゃない、長年山口県民に愛されてるハトコ天ぷらに何か人気の秘密を探るためじゃない。なるほど、そういうわけか。そういうことよ。チャンスがあるかもしれないな。チャンス、行くぞ。チャンスって何、チャンスって何。ここからの付き合いは社長だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここの中に入ってきた天ぷら、うん、山口県民では当たり前なのだが、ちょっと変わった天ぷらなんだ。そうなの、皆さんもちょっと考えてみて。それその間にブルーは少し踊っといて。そして社長、何、ハトコの天ぷら美味しいね歌っといて。ああ、よかったら歌わせてもらいます。はい、お願いします。瀬戸足がほよ、周防は桜、丸一以上が。どうもありがとうございました。はい、上の関といえば名物、はい、あとこ天ぷら、はい、その天ぷらの正体はこちらだ。じゃーん、さつま揚げなんですよね。はい、そうなんです、こちら山口県民には当たり前ですが、そうなの、天ぷらと呼ぶ。創業一体どれぐらいあるんだ。明治の終わり頃ですから120年ぐらいですかね。すごいな、はい、長年愛されている理由が食べたら分かるはずだ。弾力がすごいな、噛み応えがすごくあって、うん、味が濃厚だ、とても。そして甘みも強いわね。うん、これやっぱり社長、お魚命の味ですよね。今撮影中だ。社長は今撮影中だ、ピンク。社長ありがとう。今振るべきではなかっただろ、ピンク。でも本当にこれ甘いのは何ですか、はい、社長、甘さの元を教えてくれるか。やっぱり魚の味ですね。はい、やっぱり魚はここで取れる底引き網の、うん、あの魚を使っておりますから、うん、味がまた一味違います。おいしい、すごく。120年変わらぬ製法、作り方ってことだな、社長。はい、子供から大人まで愛されるこれがヒントかもしれないぞ。そうね。はい、ということで福太郎この山ぐるめぐり探検隊第10回を終えましたけど、福子さんやってみていかがでしたか。私ね、今日コッコを探しに来たじゃないですか。コッコ、うん、皆さんコッコを食べてらっしゃるんじゃないっていうぐらい、うん、老人の方が、老人の方が元気でした。俺もそこが見えたぞ今。ご高齢の方が元気でした。まあ確かにね、それは元気やった、みんな、ね、うん。お願いします。いや本当に不老長寿の実ってどこにあんのって、コッコにある。うまい、ありがとうございます。ということで第10回の上の関編はこの辺りでお別れです。
まったねー。